するしない。こんにちは、ひらたんの麻雀するしないブルー担当の最高位戦日本プロ麻雀協会の河野直哉です。イエイイエイ、よろしくお願いします。ということで、本日は昨年の10月から始まりました M リーグ、皆さんご覧になりましたよね。優勝は初代チャンピオンですね、赤坂ドリブンズになりました。おめでとうございます。実はですね、この M リーグのパブリックビューイングに我らが主のね、ひなさんもパブリックビューイングの実況を務めてましたが、最終日に僕もちょっと行かせていただいたんですけども、まあ本当に熱狂的な盛り上がりという中でも本当に素晴らしい戦いを見せていただいたんですが、最後なんですが、表彰式終わって帰るときに、選手の方々が最後ハイタッチで見送るということをしていただいて、まあ、僕たちも帰る時に選手の方々といたんですが、まあ麻雀プロ同士だと気まずいということがねなりましてですね、まあ滝沢さんから始まり二階堂さんにハイタッチをしていったんですが、もう途中大井さんだったり、あるいは小林剛さんだったり、石破さんだったり、あれあれみたいな感じになって、まあまあ気まずい状況で、パブリックビューイングがやっぱりファンの方々のためにあるものだなということをちょっと実感させていただいた次第であります。さてさて、皆さんご覧になったと思いましたが、その M リーグに関してなんですが、本日はその M リーグの公式ページにあるんですけども、ルールございますよね。で、いろいろと書かれてるんですが、初心者の方だったり、まあ麻雀をちょっと最近やってなかった方とかにはちょっと難しい内容を見ただけでは分かんないかなと思うところがあるかもしれません。なので本日はこの M リーガーを目指している最高位戦日本プロ麻雀協会の僕が実際に卓を使って、その M リーグのルールを皆様にもっと分かりやすく説明していけて、もしそれを見ていただいたら今後の M リーグが2倍にも3倍にも面白くなるかもしれないというふうに頑張ってルールを説明していきたいと思いますので、本日はよろしくお願いします。するしない。はい、じゃあそれではやっていきたいと思います。まず M リーグの公式戦ルールですね、第1章は競技の基本となっております。それでは早速やっていきます。まず第1章から、競技は一択4人で行う、トンナン2風のハンチャンを持って1回戦とする。ハンチャンにおいて1周目をトンバ、2周目をナンバとすると書いてあります。まあ、麻雀をというゲームを知っている方はわかるかなと思うんですけども、こちらをちょっと簡単に説明させていただきます。じゃあ M リーグを実際見ていると思って考えてみてください。まず選手、渋谷アメバズ大井隆晴選手、こちらにトンの席に座りました。続きまして赤坂ドリブンズ園田健選手が何の席に座りました。続きまして風林火山二階堂亜希選手、こちらがシャーの席に座りました。そしてコナミマージャンファイトクラブより佐々木久人選手がペイの位置に座りました。これで競技は4人、まず確定しました。続きまして、トンナン2風のハンチャンを持って1ハンチャンとする。今選手が入場していきました。麻雀は親が1人2回あります。それがトンバとナンバに分かれています。こちらトンですね。今トンバで、いやトンに座った大井隆晴選手から親が始まります。そして自分のテンパイあるいは上がりじゃない時に、他の選手が上がった時に親が移っていきます。で、同じように園田健選手、二階堂亜希選手、佐々木久人選手の親が落ちたらようやくナンバになります。そしてこのナンバも大井隆晴選手の親から始まり、園田健選手、二階堂亜希選手、佐々木久人選手の親が終わって麻雀一半ちゃんというものが終了という形になっております。これが第1条に書いてある競技の基本となります。さあどんどん行きましょう。続きまして第2条は用具ですね。まず1番、麻雀牌は数牌108枚、マンズ、ピンズ、ソーズの1から9各4枚ですね、こちらにずらーっと並べてありますと、自牌28枚、トンナン、シャーペイ、白髪、チュンですねの計136枚を一式とし、
形認識を用いて競技を行う。麻雀牌はこの136枚を使って認識というのはですね、前時等でこの色後ろに、まあ簡単に言うと後ろにピンク色、あるいは、その後に青だったりっていう風に1回入れてすぐ出てこられるように、その認識を使うという形になっております。さあ続きましてですね、第2番、定められた意識の麻雀牌のうち、ウーマン、ウーピン、ウーソーの各1枚を赤牌とする、こちらですね、じゃじゃん、これが赤牌となっております。この赤牌というものは何なのかというのはですね、麻雀にはドラという、まあ、あのいい牌という1点多くなるよっていう検証牌っていうのがあります。ただこの赤牌っていうのはそのドラと同じ扱いになりまして、1枚持っているだけで検証牌としてドラといういい牌がつきます。でこの赤牌なんですが、僕が所属している最高戦日本プロ麻雀協会ではこの赤牌は入っていません。これが M リーグの特徴的なルールの一つとなっておりますね。この赤牌が入っているというのは結構珍しくて、プロの方々も初めてこの放送対局でやるんじゃないかなっていう方もいらっしゃるぐらいの結構特殊なルールとなっております。第3番ですね、麻雀卓は自動ハイパイ機能を有した全自動卓を使用する。じゃあちょっと一回流してみましょう。 M リーグご覧になった方は分かると思うんですが、これ一回流します。すると、あら不思議、ハイパイも山も全部出てきてる。これもう本当に全自動卓の極みと言ってもいいぐらい今の、現代は進行していまして、ハイパイも山も出てきている状態、これが全自動卓となっております。この全自動卓を使用して行うという形になっております。そしてこの自動ハイパイ機能ですね、僕たちがプロでやっているのはサイコロを振ってハイパイを取ってやるんですけども、それよりもさらにまあ楽という感じですかね。ハイパイサイコロを振ってではなく、もうハイパイも全部出ている、これもまた M リーグの特徴の一つとなっております。続いて第4番、展望は競技者1名につき1万展望1本、5000展望2本、1000展望4本、500展望1本、100展望5本、予備1万展望2本を使用すると書いております。そして今じゃあ展望を出してみます。まずはこの赤い棒、これが1万展望となっております。そして黄色棒、これが5000展望、これが2本となっております。これで今2万点です。そして青い棒、これが1000展望、これで2万4000点分です。そして緑色の、これが500展望、これは1本ですね。そしてこの白い棒が100展望、これが5本で計2万5000点となっております。じゃあこの黒い棒は何、これはですね、この2万5000点が全部なくなった時にこの黒い棒は1万点棒となっております。これを出すとですね、この全自動卓ってすごくてですね、この黒棒が出た時にはなんと表示がマイナスになります。この2万5000点がなくなった時に使用する予備の1万点棒という形で覚えていていただければ大丈夫かと思います。